子供の頃からいろいろ見えたり聞こえたりしてたんでしょ。近くにお化け屋敷があるから行ってみようって。前そこに住んでいた家族が全員死んだり行方不明になったりしてんだよ。何調べてんだか知らないけど、その事件やばいよ。私なんかじゃどうにもできない。俊夫君ほらこの間タイタイやったでしょ。小林くん。